ブラザーズコンフリクト、パッションピンク。What's up guys? It's Kayla and welcome back to my channel for Maso Mini-san's Epilogue. I'm so excited to share this with you guys. I know you guys are gonna love it, so please let me know in the comments below what you think along the way. But before we get started, I have some votes to count up to see who we're gonna play next. And this was a tight race, okay? I thought for sure at first it was gonna be Natsume, because he was the runner-up last time and I saw a lot of early votes come in for him. But then there was a sneak attack by Iori. Everyone was like, we haven't seen Iori that much. He's barely in the anime. We want to play him. I'm like, that's a good point. We probably should play Iori. But then Kaname just barely snuck in over everybody by one vote. Okay, he has 18 votes and Iori has 17 right now. Natsume had 13, Hikaru had 11, you guys had a little bit of interest peaked there, and Ukyo, sly, Ukyo came in with 10 votes, and then everybody else didn't have that many. But yeah, we're gonna be playing Kaname next, and I'm pretty sure after that it's gotta be Iori, because he is very, very close in the running with Kaname here. And I agree, he's very interesting. I don't know anything about him. A lot of people were saying his route might be kinda sad. I really don't want any sad vibes right now, so kinda glad Kaname won. For now. So yeah, our Buddhist monk King Kaname will be next. I hope you guys are excited. I'm going to try and upload a lot more frequently than I have been here. I mean, I was uploading Masami-san frequently and then I just took a really long break. I'm not gonna do that this time, I hope. But anyways, let's just get into this epilogue because it is super amazing and fun. We have two special epilogue cutscenes and we are starting here at this fancy hotel. Let's see what's going on. Ah, もうやだ。こんな日が来るなんて俺は信じねえからな。信じるも信じないもあんたがそんなこと言ったところで模式は始まっちゃうんだけどね。俺の妹が結婚するとかマジありえねえ。 Who was that? 本当だよ、マジありえねえよ。でもまさかマサ兄があの子を捕まえるとは思ってなかったな。その上、兄弟の中でも一番最初に結婚することになるなんてね。マサ兄は適齢だとしても、妹ちゃんは早すぎるでしょう。もっと世の中の男を見てからでも遅くないのにね。ま、カナ兄みたいな男に遊ばれる前に結婚したのは賢かったんじゃねえの?ツバちゃん、それどういう意味?言葉通り。いいんじゃない?母さんも喜んでたし、僕は良かったと思ってるよ。I really like Iori's voice. こうなると、僕らがおじさんになる日も近いかもね。No, it's Yusuke! やめてくれ、アズニ。俺そんな話聞きたくない。まあ、可能性の話だよ。ん?おじさんになるってどういうこと?お前はまだ知らなくてもいいぞ、渡る。やだな、アナくん。僕だって意味くらいわかるよ。ああ、そうか。渡るももう中学生だもんな。うん、僕、どうせだったらおじさんじゃなくてお父さんになりたいなってそう思っただけだよ。そうか、おじじゃなくて父親になりたいのか。おい、待て、渡る。What's going on? お前たち何をやっているんですか。そろそろ式が始まりますよ。早く中に入ってください。はーい。渡る。お前一体どういうことだ。うるさいですよ、夏目。うるさいよ、夏目。場所をわきまえようね、夏目。なんなんだよ、お前らは。渡るはリングボーイを頼まれていましたね。He's a ring boy. うん、僕頑張ってくるよ。ちーちゃん、綺麗。Ah, oh my gosh, I love this CG. It's so cute. ああ、マジへこむ。彼女が超綺麗なだけにマジへこむ。なあ、スバル。なんで俺にそんなこと聞くんだ。やめなよ。そこのスポコンっぽい人本気で泣きそうな顔してるからさ。
これ以上つつくと花嫁さらいかねないよ。まあそれはそれで面白そうだけどさ。よかったね妹ちゃん。マサ兄の隣で笑っている君も悪くないなって思えるけど、逃がした魚はやっぱり大きかったかな。今日までいろいろなことがあったけど、こうして他の誰でもない君とこの日を迎えられて本当に嬉しいよ。頼りなくて不安に思うこともあるかもしれないけれど、僕のすべてをかけて必ず君を幸せにする。一生君だけを愛するとここに誓うよ。マサオミさん、だからこれからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では誓いのキスを。これからもずっと僕のそばにいてね。Like, come on, this is the best epilogue ever, am I right? Hi. はい、皆さん。妹のことを狙ってた皆さん。重大ニュースです。重大ニュースです。どうしたの、椿？そんなに世の中の不幸を全部背負ったみたいな顔して。だって不幸だもん俺。聞いて驚いてくれよ。なんと彼女が波乱。いったー。ちょ、あずさ、今のは久々マジに言いたかったんだけど。椿、もっと言い方ってものがあるでしょ。ねえ、なんだよ言い方ってさ。もうマサ兄と彼女に赤ちゃんができたらしいです。はい、よくできました。は、はぁ、あ、He's so upset。 マジかよ。なあ、嘘だって言ってくれよ。嘘じゃねえよ。嘘じゃないよ。うわぁ！俺もさっきマサ兄に電話で聞いたんだもん。ああもう俺はマジ不幸だ。つうかさ、許せねえのはボサッとしてるように見えるマサ兄がやることやった。椿？はい、もうほんとすんません。赤ちゃんは男の子？女の子？さあ、そこまでは言ってなかったけど。女の子がいいな。俺も俺も。なんで？髪アレンジできる。椿は？俺はね、女の子ってことはさ、彼女に似て超可愛いと思うんだよね。そんで彼女にの可愛い姪っ子にさ、大きくなったら椿お兄ちゃんと結婚するとか言われんの、たまんなくね。椿おじちゃんの間違いでしょ。俺まだ若いよ。いや、そういう意味じゃなくて。やっべえ、俺めいっ子とのラブライフを妄想しちゃいそう。うずうず。What a creep。 椿、その妄想絶対に口に出さないでね。彼女と僕らは血がつながってないからセーフだけど、めいっ子と僕らの妄想は完全にアウトだからね。そもそも赤ちゃんが女の子かどうかもまだわからないんでしょ。ってもう聞いてないし。そんでめいっ子は俺に言うんだ。私、椿お兄ちゃんと一緒にアフレコするのが夢だったの。俺はとっておきの声で二人で恋人役をやれるといいなって言うと、めいっ子は顔をあからめて、はあ、He's so disappointed。 結婚してもまだチャンスはあるって思ってたのによ。そうか、母親になっちまうのか。ユウスケ君、残念だね。ところで本人たちは？さあ、家にいるんじゃない？あ、oh, they have
their own house now. ああ、今動いたよね。ああ、so cute. Like, this is a way better epilogue than Tsubaki's. Come on. Masami-san, まだ2ヶ月なんですよ。そのことわかりませんってば。そうかな。私が妊娠しているとわかったときは、本当にびっくりしたけど、こうしてマサミさんも喜んでくれて、私は今すごく幸せ。女の子かな、男の子かな。そうだ、名前は何にする？僕、この子のためにウサタン4号機を作るよ。何色がいいかな？気が早すぎますね。分かってるんだけど、なんだか落ち着かなくてさ。私もこんなに早くこの日が来るなんて思ってませんでした。早すぎた？いいえ、そのことはすごく嬉しいですし、それにん？この子が唯一私と血がつながった家族なんだと思うと、ちょっと不思議な感じがします。あのさ、出産って本当にすごいことだよね。うん。いつかは僕も君も死んでしまうけど、この子がいる限り、僕らが愛し合ったっていう事実は永遠に消えることはないんだ。それはこの子の血とともに何百年先の未来にでも続いていく。君と血のつながった家族もどんどん増えていくんだよ。 That was the cutest thing I've ever heard. マサミさん、家族をたくさん増やしていこうね。 They're probably gonna have so many kids. はい。僕らの赤ちゃんを授かってくれてありがとう。マサミさんってば、そんな風にまっすぐに言われと涙が。うん、でも何度でも伝えたいんだ。こちらこそありがとうございます。うん。みんなで幸せになろうね。That's it, you guys. Masami-san's route is officially over. It was amazing. I love this epilogue. Definitely the best epilogue probably that there's gonna be in the game. I mean, I don't know yet. Maybe Kaname will steal the win. I seriously can't wait to start Kaname's route. I hope you guys are excited and look out for that video to come.